はい、こんにちは。バディアリアケインドアテニスクールコーチの高橋です。今日は私の方からバックボレーの方を、やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では早速やっていきたいと思います。まず一つ目のポイントは、体の向きを、少し時計の針で言うと、ここが12時だとしたら、バックボレーの場合は10時、11時、まあ、この辺ぐらいに体の向きを入れていく。フォアの場合では1時ぐらい。結構やっぱ多いのが、バックボレーでも両手の方もそうですし、片手の方もパワーを出そうってなると、結構この体の向きが、まあストロークとまでいかないですけど、結構後ろまで行って、なおかつこうぐるって、ラケット後ろに引いちゃう方が多いですので、なるべく体の向きは、ちょっとこう10時、11時ぐらい、まあ、正面を向いてるような感じ。まあ正面向いててこうじゃないですけど、ちょっとこのぐらい入ってもらった方が、面残しやすいので、ちょっと実際やっていきますので。まあこのぐらいちょっと残してもらえると、まあ結構こうラケットが見える位置に置いてあるので、結構しやすいと思います。両手の場合も一緒。両手もこう持っててもらって、体の向きだけ先に変えて、当ててもらう。こんな感じ。で、これが悪い例でというと、例えばですけど、体がこうグッて後ろに行き過ぎちゃうと、うまくいきましたけど、結構当たらないことの方が多いです。上手バックとかなった時に結構今みたいにスイングでなっていきやすいので、結構後ろ行きやすいですから、あんまりこう、後ろに引かずに、ちょっと斜め前、10時、11時ぐらいにこう、残しておけると、結構やりやすいかなって思いますので、なるべく、こう、あんま後ろ引きすぎずに、ちょっと体の向きを、まあ、時計の針で10時、11時ぐらいにちょっと置けるようにしていきましょう。はい。じゃあ続いてなんですけども、先ほどまあ体の向きっていう形、まああのだけでもちゃんとちょっと当てられはするんですけど、まあ少しこうパンチを出す、スイング当たった後のまあこういう入り方のところをちょっと説明の方をしていきます。まあ当て方に、それの体の向きっていうのも話あるんですけども、結構ちょっとまず多いところがですね、お願いします。正面にまずね、ラケットが行きやすいんです。特にあの女性の方で、まだバックボレー、あ、ごめんなさいね、バックボレーとか、こう始めたての時に、どうしてもやっぱ厚いグリップに左手が、こんな感じかな。こういう風になりやすいので、こういう風に入りやすいんですよね。で、片手バックの方も結構こういう風な形で、まあ脇が空いちゃう方が多いかなってすごく思うんですよね。まあ実際この体のターンをしてもらえれば、これでもうまくいくんですけど、結構体が回らない、まあちょっとこっちに持っていけない人向け、まああとはちょっと力を出したい人向けで少し行くんですけど、最近よくレッスン中にはちょっと裏剣を使うっていう、まあ使ったことない人にははてっていう形で言ってるんですけど、まあちょっとラケットを腕をこういう風に使う。これやってもらえるだけで、まあ体はこうこっち側に入るし、脇も別に開くというよりかは自分のところに一定のまま行きます。悪い例でさっき言ったのは、こういうちょっとまあパンチをするような感じになるんですけども。結構やっぱ多くなっちゃいやすいのが、パンチでやっちゃうと、まあタイミング合わなかったらちょっと当てづらいっていうところと、パンチってことは自分の正面にこう入らないと難しいっていう形になるので、結構、まあ、たまに初級の方もそうです。ミス方多いのが、もうこの辺に来ちゃって、わーって方が多いので、まあ、片手バックの方も一緒。近くなりすぎちゃって、まあ、こういう形のボレーが多い。あとは、まあ、こう手が前出ちゃう。出すぎちゃって、まあ、ネットミスって方が多いので、まあ、実際ちょっとまあ、裏剣を使うってどういう感じかって言ったら、まあ、体の向きは同じなんですけども、このまんま、こっちがこうスイングをするような感じ。実際こう裏剣を使うってことは、外このボールとの距離をこう離していかないと、こうやってラケットは出てこないんですよね。こういう感じ。で、じゃあ裏剣使えばいいやって言って、こうやってくるーんって回しちゃうと、まあうまくはいけばいいんですけども、実際うまくいかないので、さっきやった、10時、11時、こっち側に体の向きを残してもらいつつ、このまま入ってもらうと、まあ結構パンチも強くいきやすいですし、体の軸も残っていきやすい。これが回った時に、ずれちゃえば、方向も変わってしまうので、なるべく、このまんまの状態で、わ、こう出していく。と、結構うまく当たりやすいです。両手の方も同じように、
体を残しつつ、ちょっと外側からね、裏剣するように出してもらうと、パンチよくも行きやすいと思って、ちょっとこれもやってみてください。はい。じゃあ最後、三つ目やっていきたいと思います。最後は、ボールよりも上にラケットをセットして、まあ、当てに行く。ってところをやっていきます。結構やっぱこれも多いんですけど、まっすぐ来るは来るんですけど、結局ボールで重力でスッて落ちてくるのに、そのまんま同じ高さでこうポンって当てに行こうとすると、やっぱ結構多いのがフレームの下のフレ。まあ、下側に当たる方が多いです。で、あとは、まあ見えててはいるんですけども、やっぱラケットが下すぎちゃって、この辺にカーンって当たり、まあ、自打球か、ファールボールみたいな形で来ることがたまに多いです。まあ、基本的にはちょっと僕はスライスっぽく、ちょっとやっていこうかなって思いますので、当て方なんですけども、ここにこう、ボール当てるもそうなんですけど、少しここから、こう、まあ、ラケットはこう潜り込ませるっていうような感覚で少し入っていってもらえると、結構ボールが上からこう入りやすいですし、ボールよりもね、フレームの下の方からこう出していくので、面が残しやすい。プラス、上にボールが飛んでいくので、まあネットミスはしづらいかなと思いますので、ちょっと実際やっていきたいと思います。まあちょっとこの辺のハイボレー気味に来た時で行くんですけども、これも同じように少し上側からこう、スーって滑り込ませるような。これよりも上に入っていく。体って。まあ、ちょっとスイングが少し動いてる感覚になりますけど、こういうふうにボールの下にこう滑り込ませるような。こういう感じ。まあ、今ミドルボレーぐらいになってきてますけども、今度はちょっとハイボレーが来た、ハイボレーじゃない、ローボレーぐらいに来た時も一緒。ボールの下にこう滑り込ませるような感じ。ここから。こういう感じ。ちょっと上側から入ってはいくんですけども、下にこう滑り込ませる。まあ、若干スライスはかかっていくんですけども、ボールが一回ボールホップしていきやすい。こんな感じですね。少し上側からこう入ってもらえると、まあ、フレームの方がスッて出てくるので、まあ、最初絶対ポコーンって上に入って、まあ、スライスみたいになるので、一回上がりやすいんですけども、まあ、そんな時は、当たった時がこういう風に上向いてるだけなので、まあ、少し入る角度を、まあ、引きつけて、行ったりとか、まあ、ちょっとラケットの向きを変えてもらえばいいかなって思いますので。まあ、後で実際にボールがどう上がっていくかもちょっと撮っていきますので、そちらもちょっと見ながらやってみてください。で。じゃあローボレーで。ありがとうございました。まあ、三つのポイントをおさらいすると、一つは、体の向きを、まあ、10時、11時ぐらいに、まず体を向けてもらう。で、ラケット、まあ、スイング、まあ、動かし方、ちょっと入り方は、まあ、裏剣じゃないですけど、少し外側から、まあ、こういう風にちょっと離れて入っていってもらった方が、まあ、怪我にもしづらいと思いますし、うまく当てやすいかなと思う。で、最後、三つ目は、ボールよりも、上側から少し入っていく。結構真後ろから入りすぎちゃうと、まあ真ん中外したりとか、まあネットミスしやすいので、少し上側から入って、まあこう潜り込ませるといいかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。